大野城市立、大野東中学校は、福岡県大野城市にある公立中学校。通称は、大東。大野城市の中心部に位置する。大野東小学校の一部と、大野北小学校の一部、大城小学校の一部の三つの小学校区から、生徒が通っている。福岡県大野城市をつきん、第二丁目5番1号学校のすぐ近くには、 大野城市立大野東小学校がある。また、近くには、大城保育所、大野あずま児童保育所があり、大野城市東コミュニティセンターもある。大野あずま中学校は、平成28年度現在、第1学年後クラス、第2学年後クラス、第3学年後クラスという構成である。また、特別支援学級を3クラスも受けている。校内にはエレベーターがあり。 バリアフリー化が進んでいる。平成24年度には東西トイレ棟が、平成25年度には校舎すべてが改装工事に入る。本来なら1年度ずれ、平成24年度には改装工事が完了するはずだったが、東日本大震災の影響で資材が足らず、工事完了が遅れたが、平成25年度に工事完了した。大野あずま中学校は、 平成25年度を現在、第43期生徒会が活動している。生徒会は、毎年11月に総務を役員選挙で、委員長などの拡大執行部を基本的には、第2学年の面接で決定する。総務は、生徒会長1名、副会長男女1名ずつ、初期と会計は1学年と2学年で1名ずつを、選挙で選ぶ。選挙権を持っているのは、 大野東中学校生徒会員からなる。拡大執行部は、学級委員長、学習委員長、生活委員長、給食委員長、美会委員長、保健体育委員長、文化委員長、部長会からなる。男女は、基本的に1名ずつ。ただし、場合によっては男子のみ、女子のみという形もある。各委員長2名。体育祭の時は、それぞれ総務三役が、 実行委員長に拡大執行部が係長になる。ただし、生徒会から体育祭リーダーになった場合は、一般生徒から選出される。毎年6月に生徒総会がある。また、定例で専門委員会を開く。その他、緊急時に臨時専門委員会が開かれることもある。専門委員は、各クラスから男女2名選出。 部活動は運動部が9つで文化部が2つ。種類は野球部、サッカー部、陸上部、ソフトテニス部、バレーボール部、バスケットボール部、バドミントン部、卓球部、剣道部、吹奏楽部、美術部である。かつては放送部や柔道部、家庭科部、稼働部などがあったが、少子化や部員の減少のため、配布されている。 基本的にその年度に5人以上部員がいないと廃部となる。大野安妻中学校の校舎には全教室で冷暖房が完備されている。メカダ誠の蔵書が保管されている。ありがとうございます。